ムで試合が行われます。ピッチは絶好のコンディションです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ここは大事な一戦になりました。結果次第で残留を果たせるかもしれません。見応えのある試合になりそうですね。この試合は決して状態の良くないチームにとって救いを見出す一戦となりました。勝利すればその時点で残留が確定します。シーズンも残りわずかですから、来シーズンにいい形でつなげるためにもここはしっかり結果を出したいところでしょう。サポーターのためにもいい試合を期待しています。タッチラインの外へ押し出されました。スローインです。マルタン、ここはサイドへパスを出します。ゴールを狙う、見事なセーブでゴールを死守。決定的なチャンスを逃してしまいました。試合序盤にああいう形で先制点を奪えると楽に試合を進められるんですけどね。ジョーンズ決まった、値千金のゴールです。いや本当に価値あるゴールですよ。これで現在のスコアを守りきればチームは残留確定ですね。立ち上がりの集中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。入るか、安定したボールさばきです。ワイナルドゥム、タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。高い位置でカットします。入れば同点となります。同点ゴールが決まりました。試合は始まったばかりですがいきなり激しく動いています。互いに一歩も引かないようですね。どんな試合になるか楽しみです。見事なテクニック、いやー見せてくれますね。サイドにスペースがあります。シュート止めた、ボールが転がる。コーナーキックになりました。中を狙うか、チャンスにはなりませんでした。ここでスローイン、ジョーンズ、さあ上げたい。クロスはブロックされる。ここはうまいタックル、ただし相手ボールのスローインです。ここはディフェンスが対応します。サイドにスペースがあります。クリアしました。コーナーキックです。エリア内へ向かうか、相手にゴールを献上してしまいました。この試合で残留を決めるにはここから2点返さねばなりません。この失点は防ぎたかったですが、もう後の祭りです。まあ全く望みがなくなったわけじゃないので、一旦落ち着いて試合の流れを自分たちに引き寄せたいですね。頭でうまく合わせました。こうしてみるとキッカーと意思の疎通ができていたようですね。ソサ、ベント、無理をせず着実にボールを回しています。同点ゴールなるか、これは見事なタックル、強い当たりだ。簡単にさばけるシュートでした。素晴らしいロブです。いいクロスが中に入った。このボールはキーパーが抑えましたね。厳しい当たり、
バランスを崩したがどうだ。ボールをサイドへ展開します。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。パスを出した先は相手の選手。ボールを前に運んでいく。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。これはカウンターのチャンスです。相手のカウンター、ディフェンダーが必死。ゴール、待望の同点弾が決まりました。これは大きな1点になりました。残留への流れは確実に来ています。ここから逆転を狙っていきたいですね。ソサ、ワイナルドゥム、見事なスルーパス、つながる、決まった。値千金のゴールです。いや本当に価値あるゴールですよ。これで現在のスコアを守りきればチームは残留確定ですね。パスがつながります。このボールは相手にクリアされました。ボールが中央へ向かう。ベント、相手ボールになります。ゴール前に入ってきました。ここはディフェンダーが読んでいました。突破した。カウンターアタックは失敗。ボールを取り返しました。狙える位置です。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。見事なロブパス。ゴールが空いています。決まった。ゴール。いやー、やりましたね。これでさらに残留の可能性が高まりました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。前半が終了しました。スコアは4対2、2点のリードでハーフタイムを迎えます。ハーフタイム直前にホームチームは追加点も挙げました。後半が始まります。ピンチを出します。絶妙なロブパスです。副審の旗が上がっています。これは残念。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。ここはサイドへパスを出します。いいクロスが中に入った。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。スローインのミスですね。そのまま相手に渡しました。インターセプトされました。ドリブルで敵陣へ持ち込む。
惜しい場面でしたがここで奪われました。鮮やかなボールタッチ。見せてくれます。テクニックがありますね。パスをサイドに送ります。前に出しました。ソサ、中の選手を狙ってきた。いいボールでしたがここはクリア。ボールを運んでいます。マルタン、味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。ゴールキーパーが余裕を持って対処しています。よく見えています。可能性もありましたが攻撃は失敗に終わります。ここは味方を使います。ファーポストにクロスが上がった。キーパーがボールを弾いた。このチャンスは決めてほしかったですね。少し焦りが出たんでしょうか。思い通りにパスを通してきます。ディフェンダーのインターセプト。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これはナイスインターセプト。相手のマークがついていますね。ブロックに当たる。これは見事に奪いました。サイドチェンジしました。ジョーンズ、味方を走らせます。ここはシュートチャンス。ゴールが決まった。映像が来ました。ここでマイナスのボールをよく通しましたね。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。ソサ、いいスペースにボールを出しました。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。リー、ワイナルドゥム、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。ゴール前に入ってきました。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。いいところに出た。キーパーがっちりとキャッチ。狙える位置です。キーパーのダイビングセーブ。これはすごい。いやー、ファインプレーですね。ボールが中央へ向かう。中央へのボールはクリアされました。打っていった。このシュートは惜しくもバーを越えました。素晴らしい狙いでしたね。決まっていても不思議ではないシュートでした。ボールを前に運んでいます。タックルでプレーを切りました。スローインです。視線が中にいった。さあ出すか。ニアの選手を狙った。ボールがこぼれました。クリアできるか。すごいステップ。ディフェンスをかわします。カウンターのチャンスです。
このファールにはフリーキックが与えられます。ここは素早くリスタートしました。ジョーンズ、スローインが与えられます。何を狙うのか。これは見事なインターセプト。これはフリーキックになりましたね。打てるか。パワーは十分なシュートでしたが精度を欠きました。大きく外れていましたね。一か八かで打ったような感じがしました。ソサ、危険な位置です。緊張感が増してきます。試合終了です。この勝利によりチームの残留は確定しました。勝ち点3以上にチームにとっては意味のある一戦となりましたね。サポーターもほっとしているんじゃないでしょうか。一時はどうなることかと思いましたが、これで選手たちも残り試合に集中できますね。